3回目のチーム B 声も入りました。嬉しい。ありがとうございます。メイクバチバチだって公演だったもの。アンダー見れてよかった、かっこよかった、ありがとう。嬉しい。カツリンさんありがとうございます。楽しすぎて受けた。楽しそうだった、めっちゃ。楽しそうなのが伝わってきて、みゆも楽しかった。今日は前回よりも落ち着いてできたなっていう気がしました。なんかだいぶ徐々に徐々にですけど、まだ全然間違えちゃったりとかしてるけど。あ、大吉さんありがとうございます。チチ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 、ありがとう。まだ間違えちゃうところはあったりするけど、でも余裕が、気持ちにみんなと楽しめる余裕ができてきたかなって思います。3回目にしてやっと。アッキーさん、クマありがとう。クマありがとう。だから今日はたくさんね、カメラも見れたし、来てくださったファンの方の目とかも見れた。すごく楽しかった。よくできました、ありがとう。いっぱいになった？やった。まだまだよ。自然体の笑顔なのが伝わってきた。そう、めっちゃ自然に笑顔が楽しくて。たけしさんありがとうございます。水見ボード見えてたかな。え、見えてたよ、見えてた見えてた。今日もね、すごくね、たくさん見えて嬉しかったな。B 公演はやっぱり、あ、最善。トムリンさんありがとうございます。友人と見てました。え、最善の上手の最善かな。今日初めて B 公演見たけどよかった、嬉しい、ありがとう。魂飛ばしてたの見えてたかな。あ、魂飛んできてたよ、魂飛んできてた、見えてた見えてた。こんばんは。コウさんありがとうございます。チチ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 、ありがとう。仕事しながらコールって怖いわ。怖いよ、周りもびっくりで。でもやっぱりね、やってて思ったんですけど、アイドルの夜明け公演マジ難しい、難しいんです。やっぱり難しいかもって思った。なんか他の公演ももちろん難しいんですけど、アイドルの夜明け公演はやっぱりね、難しかったです。すごい、あ、難しいんだなって思いました。なんかね、立ち位置が細かいんですよ、すごく。めちゃくちゃ立ち位置が細かくて、移動もめっちゃ多いんですよ。で、何点何とか何点何何とかあるんですよ、立ち位置って。それがすっごい細かいんですよ。めちゃくちゃ細かいのね。だから、あ、やっぱ立ち位置が多いからめっちゃ難しいって思いました。でもすごいあれだね、だいぶ3回も出てからだいぶ覚えてきて良くなってきたけど。よいちさんありがとうございます。くまーん、ありがとう。3.14 って円周率じゃないか。円周
収率。MC の位置、ハルピョンさんがたくさん導いてくれた。そう、たくさん導いてくれました。迷子になってました。そうだ、今日は天国野郎、今日は JK みずみんでした。JK みずみん。な、何予想してましたか？今まで来たのはお蕎麦屋さんと JK みずみんとロリータを着たことがあります。カーディガン可愛かった。一番いいですからね。うわっうわっうわっうさぎみずみん、うさぎみずみん確かにまだない。違和感ない？違和感まだない？本当？嬉しい。伊藤アナさん出てきた。伊藤アナさんね、ちょっとお邪魔してたんですけど、あの時だけちょっと読んじゃいました。キスミルどうですか皆さん。充電がない。キスミルどう？感動して大号泣、絶対嘘じゃん。あんこうさんありがとう。タコ、チアチアの写真おもろい。やっぱそういうのが好きなんだな。みんな演技上手？本当？気になるな、気になる、すごく気になる。ホテちゃんの声、私自分の声もまだ聞いてない。どんな声なんだになったんだろう。ブロマイド絶対人気あるのチアの衣装でしょ。絶対チアでしょ。知ってるよ、みゆちゃんは。みゆちゃんは知っている。でも制服の写真も人気そう。みゆちゃんは知っている。時間の無駄すぎなやつ。言った覚えあるわ、めっちゃ覚える。ミミありがとう。公演めっちゃ良かった、ありがとう。衣装似合ってた、嬉しい。ギャルミン、声のお仕事？確かに。でも私さ、やっぱりまださ、訛りが抜けてなくて。あ、そう、この前コヒちゃんにさ、水島さん今めっちゃ訛ってましたって言われるくらい訛ってた時あったらしくて、やっぱとっさになんか人間ってふと出るんだなと思いました。びっくり。めっちゃ訛ってたらしい。なんて話、何の話してたかな。お腹鳴った。なんかの話してる時にめっちゃなまってたらしくて、めっちゃ笑ってた。でもコヒちゃんは多分ね、なまり、私のところとなまりの種類が違う気がする。
ちゃんの方が多分まだどうなんだろう、こいわかんない、鉛の種類私はとはちょっと違うのかな、どうなんだろう。トムリンさん、こもありがとう。でもこいちゃんも確かになまってる。みんななまってるいいんですよ、北海道らしさ全開でいきましょう。ココはいやでもたまに同じイントネーションの時あるよ。そのままで変わらないで。今の君で。え、北海道のタクシーの運転手さん優しかった？本当？でも確かに優しいと思う。優しいよねきっと。良すぎてリピート中？本当。知力シンパシー公演また出れたらいいな。ね、出れたらいいな。K公演もまたリベンジしたいなって思いながら。皆さんは今やってる公演だと何が一番好きな曲が多いんだろう。いた方がいい感じですか。いや気使わないで、気使わないで。普通に純粋に気になっただけ。僕の対応が一番人気なのかな。やっぱ曲が私も好きだよ。でも全部好きだな。全部さ違う良さがありません？なんかだから全部好き。オペラさんありがとう。チチ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 ありがとう。全部違う良さがあるんですよ。だからもう全部好きなんですけど。やっぱみんなそれぞれ好きなところあれだもんね、違ったりするよね。うるちゃん、くまありがとう。もし私がなんかじゃあ好きな子やっていいよって言ったら何選ぶんだろう。初めてコンサート行きます。お手柔らかに。一緒に楽しみましょう。迷っちゃうよね。何でもやっていい、何でももう選んでいいよって言われたらさ、マジで迷っちゃうよね。ディズニーが出る公演なら全部楽しい。嬉しい嬉しい嬉しい。ごめんなさい、お腹の主張。お腹はあのね、今ねさっき食べちゃった、食べたから多分今そう休んでる途中。いや公演って楽しいよね。いやもう
いやー迷うな。何食べたの？今日は朝食べてて、お昼はおにぎり1個しか食べないでもそのまま公園やったから、夜はもうめちゃくちゃ爆食したよ。もう言えないぐらい食べたから言わない独断でセトリ組みます公園でも考えられたら考えてみたいよね。まあでもみんな、あ、もやちゃん、くもありがとう。え、ファンの方がさ、考えたさ、公演とかあったら楽しそうなんだけどね。そういうのないのかな。かゆ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 。こうさん、ありがとうございます。なんか、あやなんさんが褒めてくださったんですか。嬉しい、やった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 。うわーでもいいな、自分でさやりたいもの決めれるとかさ最高じゃない。テーマ決めてセトリ作る。うわーいいねいいね、それ楽しそう。いいわいいわ、それいいね。新体制になったら確かにどうなるんだろう。新体制ね、どうなるんでしょう。研究生公演もどうなるんだろうっていう感じだね。どうなんでしょうか。え、はるぴょんさんとおしめし？どうも。でも見たいって方めっちゃ多かったよね。なんかさ、何やってほしいですかみたいなやつでさ、コメントでめっちゃ来て、なんかショールームで聞いた時さめっちゃそう来てた気がするんだよね。あ、今日の公演見に行ったよ、ありがとうございます、嬉しい。髪型も自由になる。そうだね、昇格したら。昇格も目指して頑張らないと。キャンディーはもう小学校の頃からずっと好きで、ずっとと見てたからいつかやりたいなって思ってます。衣装も可愛いし。やりたいユニットも多すぎるんですよね。私やりたいユニットありすぎる、ありすぎる問題。あ、ちょっと待って、そっかそっかそっか。何年、どれぐらいのさ月日があればさやりたい曲ってさ
できるようになるんだろうね。全部さ達成することってで可能なのかな。うわあの曲やりたかったのにやってないとかってなりそうじゃない。それなんかすごい嫌だな全部は無理って分かってるけどさ、やりたいと思った曲はさやっぱやりたいよね。10年私もねやってみたい曲ね、あの音楽のプレイリストとかにいっぱい作って入れてる。でもさやっぱさ長年ずっとさ何年もいるとさどんどんやりたい曲も増えてくるわけじゃない。ってことはさ絶対無理そう。オールコンサートでやるのきついよ。みんながみんな声だんだん出なくなるじゃん。そうだよね。だってさ新しくやりたい曲とかどんどん増えてくるだろうし、今まで踊った曲メモはしてないけどでも覚えてる。そこまで私そんなにねやってないですよまだ全然。でも公演で、そっか公演でさ13曲とかあるか。ってことはそれを4公演とかやってるから結構意外とやってる。もしかして公演曲入れたら意外とやってるたりするのかな。何曲ぐらいやってんだろう。100いってるかな。覚えた曲100曲はいってるか。さすがにいってないかな。どうなんだろう。コンサートとかもやっ、17期の中でダントツ。え、どうなんだろう。でも愛ちゃんとかはさトムさんの卒業コンサートとか出演してたりとかしてるよねとか。だからどうなんだろう。一番覚えてるのは愛ちゃんかな。私なのかなどうなんだろうね。その辺がコンサートもフェスもねあるのかなって。でもフェスは出てる方ですよね多分。結構フェスは出てる気がする。みずみにやってほしい曲リスト作ってみようかな。え、待ってるよ。私みんなのねやってみてほしい曲とかね聞いたり見たりするの大好きなんだ結構出てるよね私ね。安心してやめて。早いよまだまだ早い早い100はいってる気がするな。どんどん増えていったら嬉しいな。私ってさそれこそさめっちゃ可愛い系のさ踊りとかって皆さんから見たらさ似合うって思いますか。プリプリのあれはどうでしたか。わがままコレクションどうだったイメージはなかったでしょきっと。あえて結構プリプリって感じだった。え、似合うと思う？本当？あ、本当？似合う？プリプリ系もいける？プリプリ。本当？あ、いける？よかった。
天使のしっぽ系。え、天使のしっぽ似合う？本当？全方面いける？全方面いける？かっこいい系もいける？セクシーいける？元気は多分いけるでしょ？多分プリプリ系がね、いけるかね。不安だったんだ。いけるってでもみんな言ってくれたから嬉しい。私結構プリプリ系の曲好きですよ私結構可愛い系の曲大好きだからね、やりたいんですよね。判断材料に使うんで判断材料。ハートの独占権やりたいよ。デッサンとかのダンスは私バトンやってたから、バトンってそっち系、なんか綺麗系、何なんていうの、綺麗系なんですよバトンって。だからそっち系は結構得意かも。デッサンは得意かも。デッサン系の踊りは得意な、わかる綺麗めなダンス、バレエ系いいですよ。そう、バトン要素なのさ。そうなの、そうなの。でもいろんなのねできたらいいなっていう感じで、夢をどんどん膨らませていきましょう。たくさんみんなといろんな曲で盛り上がりたいね。全身見てないですが可愛い系大丈夫ですよ顔だけでいける、ありがとうということでライブランキング見ます。15位タケタンさん、ありがとうございます。14位サトシックスさん、ありがとうございます。13位キラキラボイさん、ありがとうございます。12位ミノパマさん、ありがとうございます。11位ブルーさん、ありがとうございます。10位アニーちゃん、ありがとうございます。9位マヤちゃん、ありがとうございます。8位クリンピーさん、ありがとうございます。7位ガミさん、ありがとうございます。6位ヤスさん、ありがとうございます。5位ヨイチさん、ありがとうございます。4位ウルちゃん、ありがとうございます。3位アキーさん、ありがとうございます。2位コウさん、ありがとうございます。1位はトムリンさん、ありがとうございました。では今日は B 公演、皆さんありがとうございました。すごく楽しかったです。明日も一日きっと暑いと思うけど頑張りましょう。では今日はちゃんとお風呂入って寝落ちせず寝たいと思います。パー今日はじゃんけんだけパー。では皆さんおやすみずみー、バイバーイ。コールがやったバイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、切ります